避難者にとって住宅というのは命綱です。人道に鑑みて住宅無償供与の延長をお願いします。よろしくお願いします。報道には方針が示されたような形で出されていますが、現在国とまさに協議中ということでございます。でそういった意味では、こういった形で同行というような話がちょっとできないのが残念でございますが、決まり次第すぐに、公表するなり皆さんにご連絡するなりというふうには考えておりますので、今しばらくお待ちいただくしかないかなというふうに思っております、はい、決まる前に例えば県として、はい、避難者の方々の声を聞くような場を設けていただけませんでしょうか。はい、こういった形ででもですね、緊急要請、いただいてますし、機会を見つけてといいますか、交流会とか相談会、多々ありますので、そういった中で、またお話を聞くという形で、ぜひたくさん の事情を抱えていらっしゃる方々がいらっしゃって、死活問題なので、はい、あまりこう、なんというか、うやむやにされたくないという思いは皆さん持っていますので、はいはい、ぜひ。公聴会を設定していただけるとありがたいと思います。公聴会になりますと制度的な問題もあってですね、はい、なかなか難しいところがあるんですが、はい、非公式でも結構だと思いますので、私どもとしてもですね、こういった皆さんの意見本当に丁寧にお伺いさせていただいて、また国の方にですね、現在協議中でございますので、皆さんの意見を伝えながら進めていきたいというふうに考えておりますので、はい、どうぞよろしくお願いします。今日は岡山に避難した人たちのを代表してお願いとお礼に参りました。本当にこの4年間住宅の支援をしていただいたことは本当にありがとうございました。みんな深く感謝をしています。避難者の中には母子で避難をしていてお父さんが残っている方も多いので、二重生活する中で住宅の支援は大きな支えとなっております。しかし2016年度で打ち切りとなってしまった場合、もうとても困窮する方たちがたくさんいらっしゃって、継続を皆さん切に願っています。この避難した人たちは誰も福島が嫌で避難した人は誰一人いなくって、やはり原発事故が起きてその被害から子どもを守りたい一心で経済的負担を負ったり家を置いたり家族と別れたりして一大決心をして皆さんこの4年間それぞれ本当に前に向いて避難先で頑張ってきています。安心して戻れる時期がいつになるかっていうのがそれぞれ見通しが難しいと思うんですけども、これからもうちょっと避難した私たちが前向きに歩いていけるよう選択を認めて支えていただきたいと思ってますのでよろしくお願いします。今彼女が言ったと全く同じような考えなんですが、南相馬市には特定緩衝地点という地域が8行政区あるんです。昨年の12月28日解除になりました。でも現実的に誰一人として子どもたちは帰ってこないし、現在本当に65以上高齢者ばかりな行政区なんですが、あまりにも国の一方的なあれで解除したと。ですからそのようなことで、我々の仲間には今までに他に、借り上げ住宅貸しに入っているんですが、これは当然、延長していただきたいし、今回の本当のこの原発事故というのは我々の責任ではなくて、このなんていうか国の過信といいますか、東京電力が国の過信というようなことで、これは私たちは人災だと判断しているんですよ。です一番は二重生活が続くわけですから、誰して帰れないわけですから、一時も二時もこの被災者の声をやはり聞いていただいて、なんとかそれに、対応していただきたいな、そんな思いで今日は参りました。報道があってからですね、たくさんのこのエリアお電話をいただいて、本当に皆さんこういった
地震とですね、あと東京電力の災害っていうのを、もう福島県としてやっぱり特別な経験といいますか、まあ、そういったことを我々が受けているということがございますので、そういった切実な思い、本当にひしひしと伝わってまいりますので、まあ、その声もですね、しっかり国の方に伝えながら今回の協議を進めていくということにしてございます。県がその4月27日ですか、はい、発表された避難者の意向調査がございまして、はいはい、あれを見るとこうニーズの1位が、はいはい、住宅に関するニーズの1位が、はい、その住宅供与の延長だったと思います、はいはいはい、でそれからその、現在困っていることの確か2番目ぐらいがその住宅だったと思うんです、はい、つまりあの意向調査を見れば普通は、はい、住宅の無償供与の延長をと思われるんじゃないかと思ったんですが、はいはい、そこら辺はどうなんでしょうか。その辺やはり、まあ、なんとも難しい部分がございまして、それはもう皆さんご存知かと思いますが、今の現行法上災害救助法という法律の枠組みがどうしてもあってですね、まあ、その中で、まず2年という形で、基本的にその法律で考えられているのが建設型の住宅がベースということで、その安全性を確保するために1年ごとの更新というのがございます。で、そういった形でその1年ごとの更新をしていくわけなんですが、まあ、その際にやはりまあ、こうすぐ延長という話もありますけど、まあ、条件としてはその市町村の復興の状況とかですね、インフラの復興の状況とか、まあ、そういったことを考えながら、まあ、延長について検討していくということになってございますので、災害救助法のなんか元々の、はい、建設型だったことにこだわらずにですね、実態を踏まえた運用をすればいいだけの話だと思いますね。その辺はですね、なかなか県だけで投稿するっていう話ができないものですから、まあ、その辺も合わせてですね、まあ、国と共有しているということになります。その1年ごとの更新は、はい、それはそれで私たちは弾力的な運用をと申し入れたいんですが、はい、延長の話はまた別の話で、はい、現在の仮上げ住宅法の枠組みでも延長はできると思うんですが、はい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 、そういう理解でよろしいですよ。そうですね、はいはい、ということはなぜ延長しないんでしょうか。その辺を、まあ、延長しないするという話では今現在なくてですね、はい、現在その点を協議しているということになります。はい、朝日新聞の記事はどうなんでしょうか。県庁としては、あれが違うということなんでしょうか。まあ、違うとかということよりはですね、はい、ちょっとまだまあ、我々もですね、どこから出た話なのか、まあ、分からない状況なんですね。でどの辺まで進んでるかっていうのもまだ全然分かってないっていう状況なので、はい、じゃあ打ち切りは考えておられないということでしょうか。その辺もですね、分からないって言いますか、現在協議中です、はい、なので、はい、まあ、延長のお話もございますし、あと打ち切りっていう話も当然条件としてあると思いますね。ですから、まあ、そういった総合的な話をどういったことで、まあ、影響があって、まあ、それは今お話しあった通り実習的に避難されている方もいらっしゃいますし、また避難地域の方々もいらっしゃるので、まあ、そういったことも含めてですね、この制度を考えるということになってございますので、まあ、そういった意味では協議をそれらも全て含めて協議をしているというふうに聞いてございます。いわゆるその福島県のやり方というのはですね、今までもそうなんですが、ある日突然こうなりました。しかしながらその結果というかその責任はですね取らないんですね。でそれは国がこう決めたからと、で国に聞くとですね、逆にこの県の要請だからと、そうやって皆さんね責任を逃れちゃうんですよ。そういう意味で今回はですね、この交渉については福島県としてはどのような要請をね国に出しているか、そこだけをね教えていただきたいんですよ。繰り返しになりますが、まあ、知事も先週の定例記者会見で申し上げました通り、現在協議中だということでございます。原発事故による被害を受けたということで、まずは子どもやたちの
また若いお母さんたち、お父さんたちがしっかり支援する、子育てを支援するということを考えるならば、福島県としてそこの部分の予算をまず数年間にわたって取ってくる、抑えてくる、要求する、そのことをまずやっていただきたい。それが大事なんじゃないでしょうか。最終的に予算の問題ですよね。まさにおっしゃる通りで、その国の方も復興事業に関して、報道もされてますが、財源を自己負担といいますか、地元負担を増やすとか、事業を縮小するとかっていう、報道がされてますので、その辺福島県としてもですね、継続的なその予算の確保とか、事業の継続とか、そういった形で、また引き続き国に求めていきたいと思います。今でも福島から避難したいと思われているお母さん方がたくさんいるんですよ。それがやはり経済的な問題、いろんなしがらみがあったりして出れないという、本当にその中で食品を選び、住居を掃除を続け、大変な思いでいます。で、災害ではないんです。これは原発事故による、東京電力が起こした原発事故による私たちは実害を受けているんです。そこのところをしっかり福島県は言える立場ですから、ぜひ行っていっていただきたいと、内堀知事にしっかり伝えていただきたいと思います。